こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。昨日の夕飯です。昨日はね、夫のリクエストで、あのあんかけ片焼きそばでした。美味しいんだけどね、歯茎に刺さるんだよね。で、白菜がね、たくさんあったから、白菜をザクザク切ります。もう適当に。人参もね、薄くね、切ります。で、これは椎茸だね。椎茸はね、この軸の部分も美味しいからね、薄く切って入れます。で、あと傘の部分、傘っていうよね、ここはね、普通にもう薄くザクザクザクって切ります。で、かまぼこをね、切ります。ね、このかまぼこは鹿児島だけなのかな。有平かまぼこっつってね、売ってますよ、こっちのスーパー。結構美味しいの。エソを使ってあるからね、すごい美味しいです。で、大きめの鍋に油を熱して、でね、薄煙が出てきたら温まった合図なので、豚肉をね、ドンと入れました。もう手が滑って器ごと入れましたけど。そしてね、これを炒めていきます。もうだいぶ火が通ってきたから、今シーフードミックスをドーンって入れました。で、炒め合わせて、何をしてるっけ。あ、豚肉を1枚1枚剥がし方ですね、珍しい。そして野菜とかをね、ドカンと入れます。もうね、このまま一気にひっくり返したかったけど、溢れそうだったから一応5本箸で。この辺でね、もうザバッと入れますよ。で、鍋からね、ほんもり盛り上がってるけど、もういつものことだから、もう大丈夫大丈夫。落ちたのも入れて、でね、蓋をして、今こうこんもり盛り上がってるけど、これがね、閉まってくるから、閉まってくる頃にはいい具合でね、水分も出てるから、それまでしばらく待とう。ね、あんだけね、あった、ほら、白菜が傘が減ってさ、いい具合にね、水分も上がってきてました。で、無水で作ったんだけど、白菜のほら、水分の量とか、あの野菜の量で、なんだっけ、味の濃さが違うから、一応調味料だけ変えときました。鶏ガラだしと塩で、胡椒をペペーっと入れて、そう、今まで使ってたね、ミルがぶっ壊れたんですよ、あの胡椒の方がね。だからもう今度はね、この傾ければ出るやつに変えました。押さえてなくていいから楽です。どこまで楽を選ぶのかっていう話だけど。
で醤油をちょろっと入れて、でこれでねざっくり混ぜます。人参もよく塩梅に火が通ってますよ。で味見をして、味見必須です。でちょうどね、ちょうどというよりちょっとね濃いぐらいでいいですよ。後から水溶き片栗粉を入れるからね、その分薄まるから。で水溶き片栗粉の前にうずらの卵を入れたね。で今水溶き片栗粉でとろみをつけてます。で水溶き片栗粉はね、片栗粉1水2の割合だったらね失敗しにくいです。きれいにねとろーんってなるよ。で全体をねしっかり混ぜて、こうなんて言うんだっけ、片栗粉のダマにならんように。で最後にごま油をとろりと一回し入れて風味付けです。でこれで出来上がり。あとはねパリパリの麺の上にぶっかけて食べればいいんだけど、歯茎に刺さっていたかった、昨日はねこんな感じの夕飯でした。うずらの卵がね美味しかったです。うずらの卵いつも争奪戦になりますうん、最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではではバイバイ。